さっきビルさんが最終チェックしてくれたから身だしなみは大丈夫かな。ああ、インタビューなんて緊張する。言葉遣いに気をつけないと。そう固くなるでない。今日の主役はお主なのじゃから。というわけで、ハッピーバースデーじゃ、エペル。肩の力を抜いて、今日という日を楽しむがよい。リディアさんがプレゼンターなんですね。今の言葉で気が楽になったかも。ありがとう。うむ。では早速、質問を読み上げるぞ。飛行術でどこまでも行けるとしたら、どこへ行きたいですか？魔力量は気にしなくていいとのことじゃ。どこでも好きな場所を答えよう。魔力量を気にしなくていいなら、奇跡の国の首都に行ってみたいです。おお、あの町なら昔行ったことがあるぞ。多くの人間がひしめき合う賑やかな都じゃったわい。世界で一番大きな国の首都ですからね。僕も奇跡の国の出身だけど、首都は地元からだいぶ離れていて行ったことがないんです。ただ僕が通っていたミドルスクールでも、都市部の学校や企業を目指している生徒はたくさんいました。僕の故郷に住んでいた人たちも首都やその近くの町に結構出て行っちゃったらしくて。うん。しかしお主の場合は都会に憧れているわけではなさそうじゃな。当然ですよ。村から出ていく人も学校の同級生たちも口を揃えてこの辺には何もないって。ドンダンズ！じゃなくて、失礼な話かな。確かに有名なデパートや観光地とかはないけど、豊かな自然も美味しいリンゴも僕の地元には他にもたくさんの魅力があるのに。お主の故郷の言葉はなかなか味があるようじゃしの。え、憧れているわけでもないのに、なぜ首都に行きたいんじゃ？リディアさんも言ってたじゃないですか。あの町には多くの人間がひしめき合っているって。歩くのにも一苦労な混雑した通りを見下ろしながら飛ぶのって気分がいいと思うんですよね。お主もなかなか言うではないか。もちろん実際に自分の足で街を歩きたいとも思ってますよ。奇跡の国の首都に行けば何でもあるみたいに言う人も少なくないけど、都会にいなくて豊作村にあるものもたくさんあるはず。僕はそれを見つけたいんです。では次の質問に行くぞ。魔法を使えて良かったことを教えてください。魔法を使えて良かったこと？それならたくさんありますよ。ほうほう、良いリアクションじゃな。実家が農家なので、収穫の時期になると高い枝のリンゴを取るときに飛行術が大活躍だし、最近はぎっしりとリンゴが詰まった木箱を浮かせられるようにもなりました。何年か前までは自分で持ち上げて運んだ方が早かったので、ちょっとは成長できたのかも。リンゴがぎっしり入った木箱を両手でひょいか。なかなかの腕っぷしじゃの。いや、そこまではさすがに。軽々と持ち上げられるようになりたいとは思ってるんですけどね。そうしたら、なよっちーなんて言って僕をからかってきた奴らをもっとボコボコに。あと他に魔法を使えてよかったことは、あ、マフラー。なんじゃ、マフラーがどうかしたのか？バッチャ、祖母が編んでくれたマフラーを取られちゃったことがあるんです。取
取られたとは。さっきちらっと話しておったお主をからかってきた連中の仕業か？いえ、そうじゃなくて、鳥にやられました。鳥に？マフラーをか？はい、僕去年までは自転車で3時間かけて町のミドルスクールに通ってたんですけど、ある日うっかり寝坊しちゃって、母が用意しておいてくれた朝ごはんをカゴに入れて走ってたら、一緒にカゴに入れていたマフラーごと鳥に持っていかれちゃったんです。自転車で全力疾走してたから途中で熱くなって外しちゃったんですよね。ちゃっかりした鳥じゃの。それでお主はどうしたんじゃ？もちろん追いかけました。朝ごはんだけなら諦めもついたけど、大事なマフラーは絶対に取り返したかったので、道端で掃除してた人にほうきを借りて飛んで追いかけようとしたんですけど、木や地面に何度もぶつかって大変だったな。お主がミドルスクールの頃といえば赤子当然じゃろ。飛行がおぼつかなくとも無理はない。でもちゃんとマフラーは取り返しましたよ。僕が枝にぶつかった音に驚いて鳥が地面に落としたんです。しかもマフラーが落ちたのは学校の敷地内。おかげで修行時間にもなんとか間に合ったけど。めでたしめでたしとはいかなかったみたいじゃな。途中で乗り捨てた自転車を見つけた村の人が学校に電話をかけてきたんです。飛行術で登校したのがバレて先生に怒られたし、家族にもすごく心配かけちゃいました。でも後悔はしていません。大切なマフラーを無事に取り返せたし、ほっぺや膝をすりむいたりもしたけど、悔しい思いをするよりずっといいから。その息やよし。なかなか骨のある若者よの。最後の質問じゃ。これからの1年でやりたいことは？マジフト部でレギュラーになる。続投じゃな。口で言うのはたやすいが、実現の目処は立っておるのか？飛行術の技術に関しては部長のレオナさんに褒められることもあるんですよ。おお、あの素直でないレオナに認めさせるとは思った以上にやるようじゃの。練習試合にも出てますよ。出場回数も1年生の中では多い方かな。実は今部活の同級生たちと誰が一番にレギュラーになれるか勝負しているんです。この調子でいけば僕が勝てる気がする。ただあまり油断できないとも思ってます。司令塔のレオナさんみたいに戦局を見極めて冷静に作戦を立てられるわけじゃないし、ラギーさんみたいに相手の意表をついてリスクを奪えるわけでもない。それに僕よりタッパがあったりポジション取りが上手い同級生もたくさんいる。マジフトってとても奥が深い競技だから、同級生よりうまく飛べるだけじゃ足りない。だから今よりもっと自分の武器を磨くつもりです。他の誰にも負けないように。エペル、勝利を手にするには何が必要だと思う？日頃の努力ですか？そうじゃな。あとは自分と相手の力量を正しく把握しておくこともまた勝利の鍵となりうる。これまでの話を聞く限りだと、お主が一番にレギュラーの座を手にする可能性は否定できんの？難しいことはわからないけど、無理じゃないって言ってくれてるのかな。ありがとうございます、リリアさん。僕、絶対にレギュラーになってみせます。インタビューも佳境じゃな。さあ、エペル、
このほうきを受け取るがよい。いくつもの小さい花が束ねられていて、なんとも可憐で愛らしいデザインじゃの。しかし色使いは大人っぽく洗練されておる。絶妙なバランスではないか。そうですよね。落ち着いててかっこよくて気に入りました。エペリオ、このほうきに見合うようこの後もクールに決めてくるんじゃぞ。任せてください。絶対に可愛いなんて言わせない。このほうきでとびきりクールに飛んでやる。